ケンドルフと呼ばれることになったその犬は、誰にも心を開くことができずにいました。目をそらし、体を震わせ、常に怯えていたケンドルフ。けれど、それは彼の本当の姿ではありませんでした。そもそも彼の名前はケンドルフではなかったのです。その犬はずっと本当の名前で呼ばれる日を待ち続けていたのでした。その犬はある日、テキサス州の動物保護施設へと連れてこられました。民家の敷地をさまよっていたところを警察が保護したのです。マイクロチップはついておらず、飼い主が誰なのかはわかりません。飼い主さんが現れるかと5日間ほど待ちましたが、残念ながら現れず、里親募集を始めます。けれどスタッフたちは不安を抱えていました。ケンドルフと名付けたその犬は、何日経っても施設に慣れることができません。いつも怯えていて、決して心を開いてくれないのです。それは施設の外に散歩に連れて出た時も変わりません。散歩を楽しむ余裕は彼にはなく、相変わらず体を震わせるほど怯えていたのです。ケンドルフが新しい家族と出会うことは難しいかもしれない。誰もがそう感じていました。人を怖がる彼が幸せになることは難しいと思われたのです。この時、ケンドルフの心の内を知るスタッフは誰もいませんでした。実は彼はずっと一人の人を待ち続けていたのです。施設でケンドルフの里親募集を始めると、意外にもすぐに応募がありました。急いで電話をかけてきたのは、ヒューバートさんという男性です。彼は施設にやってきて、ケンドルフと対面するなり、泣き出してしまいます。実はヒューバートさんこそ、ケンドルフの飼い主さんだったのです。そして、ケンドルフの本当の名は、チェイスと言いました。チェイスがヒューバートさんの前からいなくなってしまったのは5ヶ月前。それ以来、ヒューバートさんは必死でチェイスを探しました。チラシや SNS で情報を求め、チェイスの姿を探して車で走り回る毎日。チェイスは大切な家族で失うことなど耐えられなかったのです。ずっと迷い犬の情報を探し、保護施設のサイトもチェックし続けていました。そしてようやく5ヶ月後に、ケンドルフという仮の名を付けられた愛犬を見つけたのです。チェイスはヒューバートさんに会うなり、これまでとは全く違う姿を見せました。ちぎれんばかりに尻尾を振り、嬉しさを爆発させています。会いたかったよ。待っていたんだよ。そんな気持ちを全身で表現しました。チェイスはずっとヒューバートさんと再会できるのを待ち望んでいたのです。ヒューバートさんもチェイスもお互いをとても大切に思っていました。だからこそまた会えることを願い続けていたのです。ヒューバートさんにとってチェイスのいない静かな毎日はどんなに長く感じられたことでしょう。きっと寂しくてたまらなかったに違いありません。そしてそれはチェイスも同じです。ようやく明るさを取り戻したチェイス。これからはヒューバートさんのもとで笑顔を見せてくれることでしょう。会えないことがどんなに辛いことなのか知っているヒューバートさんとチェイス。だからこそ一緒にいられることがどれだけ幸せなのかもよくわかっています。大好きな家族といられる喜びを感じながら、これからも仲良く暮らしていくに違いありません。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。